鉄道のブレーキでは、鉄道車両を減速させ、停車させ、停止した状態を維持するために用いられる各種のブレーキについて説明する。鉄道のブレーキは、自動車のものと原理的には似ているところが多いが、複数の車両で編成を構成して同時に走行している場合に、すべての車両にブレーキをかける必要性があり。 またエンジンや電動機のような原動力を有していない、車両でもブレーキをかけなければならないので、気候がより多岐にわたっている。鉄道において車両に搭載するブレーキは、大きく分けて、レールと車輪の間の粘着力によって制動力を得るものと、粘着力によらずに、ブレーキ力を得るものの二つに分類される。以下に、主なブレーキ方式についてまとめる。 またこれ以外に停車状態を維持したり、暴走した車両に非常制度をかけたりする目的で、外部から働きかける装置がある。鉄道用ブレーキの大きな分類の一つで、車輪に対して、回転を止める、制動力を与えて、レールと車輪の間の粘着力を介して、車両を減速させるものである。機械ブレーキ、踏みずらブレーキ、ディスクブレーキ、機械式の粘着ブレーキは、 車輪に対して機械的に制動力を与えるブレーキの呼び方である。車輪に対してセーリンゴやブレーキパッドを押し当てることで制動力を得ることは共通しているが、セーリンゴの当て方でさらに踏み面ブレーキとディスクブレーキ、そしてドラムブレーキに細分される。踏み面ブレーキは車輪がレールと接する面である踏み面にセーリンゴを当て、ディスクブレーキは車軸に取り付けた。 ディスクローター、または、車輪の表裏に貼り付けられた、ブレーキディスクにブレーキパッドを当て、さらに、ドラムブレーキは車軸に取り付けられた、円筒形のブレーキドラムの内側から周をドラムに押し付けることにより、それぞれ摩擦力によりブレーキ力を得る。これらの機構を総称して、基礎ブレーキ装置と呼んでいる。セーリングを車輪に当てる力を得る方式には、様々なものがある。詳細は、 機械式粘着ブレーキの動力源、制御方法による分類を参照。原動機によるブレーキ車輪を駆動するために用いられているモーターやエンジンを逆に制動力として利用するもので自動車のエンジンブレーキに相当する。自動車の場合、トレーラーでない限り全ての車両にエンジンがついているので、ほぼ全ての車両で使用可能なブレーキであるが、 鉄道車両の場合原動機のついていない付随車も存在し、その場合このブレーキを使うことはできない。原動機によるブレーキはセーリンゴやブレーキパッドが消耗しないので部品とメンテナンスのコストを削減できるという長所がある。電気ブレーキ電気式のものは車輪の回転でモーターを回し、モーターを 発電機として利用して発電した電力を他で消費することによって制動力を得る。この時、発電した電力を抵抗器で熱に変えて捨ててしまうのが発電ブレーキで、河線に返して他の車両に使わせるのが回生ブレーキである。発電ブレーキと回生ブレーキを総称して電気ブレーキと呼ぶ。回生ブレーキはエネルギーを有効利用することができるが、 改正したエネルギーを使ってくれる他の車両が同一起電区間内に存在しなければブレーキをかけることができず改正執行してしまうという問題があるこのため負荷の確保が確実でない場合には改正ブレーキ装備車でも保安性確保のため発電ブレーキの機能を合わせ持つあるいは必要に応じて自動的に発電ブレーキに切り替わる機能を備えた車両も存在する または、変電所に改正電力を吸収する設備を設ける場合や、同じ変電所からより高負荷な別系統の起電区間などに対して、改正による発生電力の給電を行う仕組みを導入する例が存在する。内燃動車特有のブレーキディーゼルエンジンなど、内燃機関を原動機とする車両でも、自動車のエンジンブレーキと全く同様の仕組みで、原動機による、 制動力を得ることができる。ただし、内燃機関を原動機とする車両のうち、エンジンで発電を行いその電力でモーターを回す、電気式に分類されるもので走行する車両は、電気でモーターを回して走行する電車や電気、機関車の発電ブレーキと同じ仕組みで、モーターを発電機にして、制動をかけ、電力は抵抗機で消費するという方式でブレーキを、 かけるのが普通である。内燃機関を原動機とする車両では、通常のエンジンブレーキに加えて、排気ブレーキや、リターダなどのブレーキ装置を搭載している車両もある。反圧ブレーキ蒸気機関車においては、シリンダーに蒸気や空気を入れることでその反力で、ブレーキ力を得る、反圧ブレーキというものが使われていた。蒸気圧を送る方式は、前進中に、 便装置の設定を更新に切り替えることで蒸気の力をピストンの動きを仕留める向きに働かせそれをコネクティングロッドを通じて動輪に伝えることで減速させるものであったしかし使い方は微妙で知識と経験を必要とし失敗すると便装置や車輪を焼きつかせて破損してしまう方法であった空気圧を送る反圧ブレーキも存在しておりこれは 登山鉄道や急勾配路線などの蒸気機関車で用いられていた。また、シリンダーへの蒸気の供給を遮断すると、ピストンの両側の空間の圧力差などにより、制動力が得られるが、打行時に制動がかかることを嫌って、バイパス弁を装備してこの現象が起きないようにしたり、打行時でも、わずかずつ蒸気を送るようにしたりしていた。渦電流ブレーキブレーキ臭による摩擦でも、 原動機でもない方式で制動力を得る装置として、渦電流式、ディスクブレーキがある。これは車軸に取り付けられたディスクに対して、電磁石を挟むように配置し、ディスクに発生する渦電流の作用によって、電磁的に制動力を得るものである。最終的に、レールと車輪の間の摩擦力を利用しているという点では粘着力によるブレーキに分類される。 鉄道用ブレーキの大きな分類の一つで、粘着ブレーキとは逆に、レールと車輪の間の粘着力を介さずに、台車、レール間、車両、外機間などで制動力を発生させるものである。レールとの作用による、ブレーキ車輪を介さずに、レールとの作用で直に制動力を得る方法で、電気式と、機械式、ハイブリッド式に分けられる。国内での使用例は、 路面電車や一部の山岳線などに限られ少ないが、ヨーロッパでは、アイスや TGV などの高速鉄道でも利用されている。機械式圧着式、レールブレーキは、空気圧などを利用してセーリングをレールに押し付けて、制動力を得る形式。レールに圧着させる、反発力が車体を持ち上げる方向に働くので、ワえが減少する欠点がある。 高い耐熱性と耐久性が求められることから整理にしに単価ケースを使用するためカーボランダムブレーキとも呼ばれる。箱根登山鉄道では保安ブレーキとして搭載、使用されている。また、愛知高速交通100系電車では停止状態を維持するために油圧によってブレーキ周を軌道に押し当てる方式をとる。電磁吸着ブレーキは車体に搭載されている。 電磁石をレールに吸着させることで制動力を得るブレーキである。急行バイク間を走行する専用車両が急行バイ上において停止状態を維持したり他のブレーキが使えない異常事態に際して非常制動をかけたりする目的で装備する例の多いブレーキであるが高加減速性能を求められた PCC カーなどの一部の高性能路面電車でも 非常ブレーキとして搭載された。電気式渦電流式、レールブレーキは、渦電流式、ディスクブレーキと、原理的には似ているが、渦電流式、ディスクブレーキが、車軸に備えたディスクに対して、電磁石により渦電流を発生させるのに対して、渦電流式、レールブレーキではレールに対して、電磁石により渦電流を発生させ、 車体とレールの間での制動力を得る仕組みとなっている。ドイツの高速鉄道車両 IS3 で使用されている。ハイブリッド式吸着渦電流レールブレーキは、渦電流による電磁気力と圧着による摩擦力の両方を制動力として利用する形式。フランスの高速鉄道車両 TGV ポスで使用されている。リアクションプレートとの作用による ブレーキ時期浮上式鉄道や鉄輪式、リニアモーターカーにおいて、推進用のリニアモーターに、リニア誘導モーターを使用しているものでは、地上にリアクションプレートと呼ばれる、胴体板を配置して、これと、車体搭載の装置との相互作用によって推進力を得ている。この方式では、制動力を得る際にもリアクションプレートとの相互作用により、 回生ブレーキを使用することができる。回生したエネルギーを使ってくれる他の車両がいなければ失効する点では、通常の回生ブレーキと同じであるが、車輪トレールの粘着力によらず、直接リアクションプレートとの間で制動力が得られるという点が異なっている。空力ブレーキ新幹線 E954、型電車に搭載されている。 空力ブレーキ主に高速鉄道において、車外に空気抵抗を得るための抵抗板を出すことで、制動力を得るブレーキがあり、空力ブレーキと呼ばれている。通常時には他のブレーキを使用し、特にブレーキ距離を短縮したい、あるいは他のブレーキ手段が使えない緊急時のみの使用が想定されている。手歯止めで歯止め車庫などで停車中の鉄道車両が、 勝手に動き出すことを転動という。転動が起きないようにするために、車輪とレールの間などに差し込む、くさび型の器具のことを手歯止め、または、ハンドスコッチと呼ぶ。停止状態を維持するという意味で抗議のブレーキに、含まれる。手歯止めを刺したままの状態でこれを忘れて、車両を動かそうとすると脱線の恐れがある。 手歯止めを使用中であることを示す札を、運転席に掲げる、あるいは車外に縦札を立てるなどの措置でミスを防ごうとしているが、より抜本的な対策として、車両の転動を防ぐことができ、かつ、動力により、車両が動き出して、上に力が加わると壊れることにより、車両が脱線せずに通行可能になるような、適切な強度を持った。 手歯止めの開発も行われているカーキャッチャーカーキャッチャー駅や操車場において仮装したり速度超過したりした車両を外部から停止させるために用いられる器具としてカーキャッチャーあるいはヘムシューと呼ばれるものがあるこれはレールにあらかじめ設置しておき走行してきた車両の車輪がこれに乗り上げて引っかかり車両に引きずられる形でカーキャッチャーが レール上を滑りながら、カーキャッチャーとレールの間の摩擦により制動力を得る、ものである。主に非常用の緊急停止装置として用いられる。カーリターダーカーリターダーハンプ式の操車場では、ハンプと呼ばれる、小高い丘の上から貨車を仕分け線に対して、と、放して、坂を転がり落ちていく力で走らせて、各番線に振り分けていく作業が行われる。 すでに仕分け線に停車している貨車に対してあまり強く、衝突すると連結器や積み荷の破損を招くので、適切な速度に調節する必要があり、このため途中に、カーリターダーと呼ばれる装置が設置されて、この作業を行っていた。カーリターダーでは、その地点を通過していく車両の車輪を、レールの両脇に備えられた装置が挟み付けることで、制動力を得ている。 機械式粘着ブレーキにおいて、セーリングを車輪、またはディスクに押し当てる、原動力を得る方法には、複数の方法がある。人力によりセーリングを押し付ける力を得るものである。ハンドルを手で回したり、車体の元に取り付けられたペダルを足で踏み込んだりして、操作する。ハンドルを手で回す方式のものを手ブレーキ、足でペダルを踏み込む方式のものを、 側ブレーキという。人間の力を、テコや、ラックピニオン、リンク機構などの機械的な原理を用いて、増幅してリン子に作用させるが、元々の力が弱いこともあり、制動力は他のブレーキと比べて弱い。初期には人力ブレーキしか装備されていない列車も存在していたが、鉄道の高速化、重量化が進展するにつれて、人力では、 不足するようになり、すぐに他の機械的なブレーキが発展していくことになった。しかし現代においても、貨車の入れ替え時の制御や非常時の代用措置などの目的で人力で操作する機構が残されている車両がある。蒸気機関車においてブレーキシリンダーに圧力のかかった蒸気を吹き込むことでピストンを押してセーリングを動かす力を得るのが蒸気ブレーキである。 空気や縮機や真空ポンプのような機構を別途必要としていないため構造が簡便である。動力によるブレーキの最初のものとして1833年にジョージス・チーブンソンによって発明された。使用後に冷却された蒸気が水になってシリンダー内に溜まると圧力が不安定になり安定した制動力が得られないこと、長編成に適用すると ブレーキ作用が遅れることといった問題があり、機関車のみに用いられていた。列車の編成が長くなり、編成中すべての車両で作動する貫通ブレーキが求められるようになると、機関車だけでしかブレーキをかけることができない、蒸気ブレーキは伝れることになった。しかしその簡便さから、ブレーキ力が強く求められない、軽便鉄道などでは長らく用いられた。 編成全体にわたって、ブレーキ配管を引き通し、その中の空気をインゼクタや、真空ポンプで抜いて真空に近い気圧にしておき、大気圧とブレーキ管内の気圧差により、ピストンを駆動してセーリングを動かす力を得るのが、真空ブレーキである。最初の真空ブレーキは、イギリスのノースイースタン鉄道の技術者、JR スミスが1874年に考案した。これは、 直通真空ブレーキであり、ブレーキ管からポンプで空気を抜いた時に、ブレーキが作動する仕組みであったが、この方法では、ブレーキ管が破損すると、全くブレーキがかけられなくなるという、致命的な欠点があった。これに対してハーディが改良したものでは、各車両にブレーキシリンダーと一体になった、真空タンクが設けられており、あらかじめブレーキ管から空気を抜くことでこれらの、 真空タンクからも空気が抜いておき、運転手がブレーキハンドルを操作してブレーキ管内に空気を入れると、大気圧近くに戻ったブレーキ管内の圧力と真空タンクの真空の間でブレーキピストンが動くという仕組みになっていた。この仕組みではブレーキ管が破損して管内が大気圧に戻ると自動的にブレーキが作動するフェールセーフな構成となっている。 真空タンク自体が破損した場合でも、編成中に複数の車両がつながっている場合は、すべての車両のタンクが同時に破損することはまずないため、他の車両のブレーキで停車することができる。真空ブレーキの欠点としては、大気圧と真空の気圧差は、最大でも一気圧しか得られないことで、工術する空気ブレーキでは、空気圧を上げることによってより大きな制動力が、 得られるのに対して、真空ブレーキでは、限度がある。このため必要な制動力を得るために、真空タンクや、ブレーキシリンダーが大きくなるという問題があった。また、気圧が低い高地にある鉄道ではさらにこの問題は、深刻である。空気ブレーキが発明されたアメリカ合衆国では、空気ブレーキが速やかに普及していったのに対して、イギリスの鉄道では、 真空ブレーキが長く用いられ続けていた。また現代においてもインド、スリランカ、南アフリカなどでは真空ブレーキが主力として用いられ続けている。しかしこうした国でも真空ブレーキの空気ブレーキへの変更が進められている。現代の鉄道においてセーリングを動作させる方式として最も一般的に用いられているのが空気ブレーキである。 真空ブレーキとは逆に空気圧縮器を用いてブレーキ間に圧力をかけこの圧力と大気圧の差でピストンを動かしてセーリングを駆動する仕組みとなっている真空ブレーキと同様にブレーキ間に空気圧をかけた時にブレーキが作動する方式と空気圧を抜いた時にブレーキが作動する方式があるブレーキ間に空気圧をかけた時に ブレーキが作動する方式は直通ブレーキと呼ばれる。ブレーキ管が破損した時には全くブレーキがかけられなくなる欠点があるため、そのままの方式で用いられることはまずない。一方、ブレーキ管に常時空気圧をかけておき、これを抜いた時にブレーキが作動する方式は自動空気ブレーキと呼ばれる。こちらはブレーキ管が破損すると自動的にブレーキがかかる。 フェールセーフな機構となっている。さらに、ブレーキ性能を改善する目的で、ブレーキ弁の操作を電気的に伝送して、各車両で、ブレーキ弁を制御する方式が開発され、電磁自動空気ブレーキ、電磁直通ブレーキと呼ばれている。これを、さらに進展させて、車両間のブレーキ配管による、ブレーキ指令を基本的になくし、電気信号だけによる制御を行うととともに、 電気ブレーキなどと強調して動作するようにしたものが、電気指令式ブレーキと呼ばれている。自動空気ブレーキでは、空気をブレーキ管から抜いて圧力を下げることによって、ブレーキ力を得る。ブレーキ弁を操作して必要なだけの制動力を得た、あとは、ブレーキ管の圧力はそのままの状態を保つ。しかし長く続く、下り勾配を行く場合、 速度を一定にするために所要となる制動力を得た。あと、勾配を下っている間に、ブレーキ間をつなぐ部分などから次第に空気が漏れて、所望の圧力より下がってしまうということが起きる。ブレーキ間の圧力がさらに下がることは、制動力がさらに強くなる方向に働き、列車はどんどん減速してしまうことになる。一方で、制動力を緩めるために、 ブレーキ間の圧力を上げようとすると、制動力が弱くなりすぎて、勾配を暴走してしまう危険な結果をもたらしかねない。これをうまく制御するために、ちょうど空気が漏れていく量だけ空気を補充する操作をしなければならない。この操作のことを補給制動という。また、自動空気ブレーキでは、各車両の空気ダメに圧縮空気が貯められていて、これが、 制動力のもとになっている。空気ダメに十分な圧縮空気がないと、ブレーキが効かなくなり、危険な状態となる。これを米不足という。米不足を防ぐためには、ブレーキを使用して停車した後はよくブレーキ間の圧力を確認して、十分圧力が上昇してから列車を動かさなければならない。油圧作動のものについても研究されている。 液体は気体に比べてエネルギー密度が格段に高いという特徴があり、高い応答性、小型軽量化が図れる。三菱重工による空圧ブレーキとの比較では以下のような差があるという。油圧の駆動源となる油圧ポンプの大きさは圧縮空気を生産するコンプレッサの1、60となり、オイルタンクの大きさも油の場合7リットルで済むが、 空気の場合空気ダメ100リットル必要である。ブレーキの立ち上がりも早く圧縮空気の1.2秒に対して0.3秒で作動するという。かつて1970年代末に日本で警戒電車として高性能路面電車が研究開発された際には装置全体のコンパクト化が実現できることとブレーキ間の結露による腐食対策から 電気指令式ブレーキのブレーキ作用そのものは従来、動力空気圧で行うものの、その場で空油変換弁による圧力変換を行って、基礎ブレーキ装置は油圧キャリパーによるリスクブレーキ搭載としたことがあった。車両の減速、停止に使用される通常のブレーキのことを指す。現代の鉄道車両では、乗用ブレーキ、非常ブレーキ、 保安ブレーキの3系統を備えているのが普通である。新幹線では、常用ブレーキ、非常ブレーキ、緊急ブレーキ、補助ブレーキの4系統になっている。非常ブレーキは、事故が発生した場合など緊急に列車を停止させる、必要がある時に用いられるブレーキで、運転士だけでなく、車掌や時には乗客によっても作動させることができる。 これに対して通常用いられるブレーキは常用ブレーキと称される。非常ブレーキは常用ブレーキよりもより大きな、制動力を得られることが普通であるが、一方で乗り心地を損ない、車内で立っている人を転倒させるなどの危険性もある。非常ブレーキは一度使用すると完全に停車するまで緩めることができないのが普通で、また緩めるための手順は、 通常のブレーキと異なっていることが多い。保安ブレーキは、他のブレーキ系統が故障などにより使えなくなった場合に用いられるバックアップのブレーキである。JR グループにおいては、この種のブレーキのことを直通予備ブレーキとも呼ぶ。また、留置中の車両が動き出さないようにする目的でもこのブレーキが用いられる。この場合、留置ブレーキなどと呼ばれることもある。 通常のブレーキ系統とは、独立した系統になっている。一部の車両では、バネなどの働きによりセーリンゴが常時車輪に押し付けられる機構になっており、これを空気圧により押さえておくことでブレーキを解除して走行し、空気圧が抜けると、特に保安ブレーキの操作をしなくても、自動的にブレーキがかかる仕様になっているものがある。これは、運転手が車両の留置時に、 保安ブレーキの使用を忘れた場合でも、ブレーキ間の空気圧が抜けて、通常のブレーキが効かなくなった時点で、自動的に保安ブレーキが作動する、フェールセーフな機構となっている。新幹線では、保安ブレーキに類似する補助ブレーキを装備している。雪が降ると、レールと車輪の間の摩擦が低下して、ブレーキ力が落ちるだけではなく、セーリンゴや、ブレーキパッドと、車輪。 ディスクとの間に雪が入り込んで凍結し、ブレーキが効きにくくなることがあり、大事故につながる恐れがある。これを防ぐために、運転台にあるスイッチを操作することで常時弱く、ブレーキをかけた状態にして、セーリングを車輪に当てたままにしておく。これを大切ブレーキという。これは、運転台の周辺に設置された、配電盤のスイッチを ON にすることで作動させる。 鉄道事業者によって名称が異なり、抑圧ブレーキと故障することや、耐雪ブレーキ、圧着ブレーキ、抑圧制度と故障する事業者もある。19世紀初めに鉄道が実用化された頃、ブレーキの技術はとても原始的なものであった。ほとんどの車両にはブレーキが搭載されておらず、主に機関車と一部の客車、貨車にのみ人力でブレーキをかける機構が、 搭載されていた。ブレーキが搭載された客貨車のことを、環球車と呼ぶ。環球車に制動手が乗り込んでおり、必要な時に一斉に、これを取り扱うことでブレーキをかけていた。鉄道会社によっては、機関車に取り付けた汽笛の合図で一斉にブレーキを、かける仕組みとしていた。この時代のブレーキはすべて、踏みずらブレーキであり、セーリングを動かす力は人力であった。 また、セーリン号の位置をロックする機構がついており、停車中の駐車ブレーキとして用いることもできるようになっていた。下り勾配に差し掛かる際には、一旦事前に列車を停車させ、編成の緩急車の中から一定の割合を選んで、そのセーリン号を駐車ブレーキの位置にロックし、常時制動が効いた状態で勾配を下るということが行われていた。 さらに速度が上がると、残りの緩急車でも制動手が人力でブレーキをかけて、減速に努めた。イギリスでは、初期の貨車は、ブレーキハンドルを片側にだけ備えており、列車へ連結される時の貨車の向きはバラバラであったので、車掌の作業の妨げとなっていたが、1930年頃から、両側ブレーキハンドルが装備されるようになった。イギリスでは、関係車のことを、 ブレーキ板と称していたが、貨物列車においては、ワゴンブレーキという装置が取り付けられた、通常の貨車が連結されていることが普通で、制動主は雨風をしのぐ、屋根のない車両に乗り込んでこうしたブレーキを取り扱っていた。なお、当初英語では、ブレーキ装置のことを、ブレークと綴っていたが、やがて現在のようにブレーキという綴りが用いられるようになった。 こうした人力のブレーキ装置のみでは制動力が不足し、最初の実用的な蒸気鉄道である、リバプールマンチェスター鉄道の開業からわずか3年後の1833年に、ジョージス・チーブンソンが蒸気機関車の蒸気圧を利用した蒸気ブレーキを発明した。しかし蒸気ブレーキの性質蒸気機関車のみに取り付けられ、編成中の緩急車は相変わらず人力であった。 この頃の貨物列車は30マイル毎時で走行している時にブレーキをかけて完全に停車するためにおよそ800メートルほどかかっていた。列車が高速化し長編成で重量が大きくなるにつれて機関士の操作によりすぐにブレーキ力が得られかつ緩めることもできるようなより強力なブレーキが必要とされるようになってきた。 機関士の操作一つで列車全体に一斉にブレーキをかけられるこうしたシステムを貫通ブレーキと呼ぶ。しかしながらこうした要求に応えることは技術的に困難であった。列車全体にわたって求められる一定の力でブレーキをかけられるようにしながら列車に車両をつないだり切り離したりできるようにする必要があったからである。この時期には車両の連結、 切り離しのない固定編成の列車は滅多になかった。最も初期には鎖やワイヤーを使ったブレーキシステムが開発された。主にドイツの鉄道で利用され、ヘーベルラインブレーキと称される。イギリスではクラークウェブチェーンブレーキシステムと呼ばれた。編成の屋根の上、または床下に鎖やワイヤーが引き通されており、これを機関車から引っ張ることで、 各車両のブレーキを動作させた。しかし適用できる列車の長さに制限があり、鎖やワイヤーの調整に手間がかかるとともに、扱う係員はよく訓練をしておく必要があった。また鎖やワイヤーが切れると一部の車両にブレーキがかからなくなるという問題もあった。真空ブレーキも、また初期に開発された貫通ブレーキシステムで、1874年に、 最初に導入された。機関車に搭載されたエゼクター、または真空ポンプによりブレーキ管から空気を抜き、これによりブレーキシリンダーのピストンを駆動して制動力を得る仕組みで効果的で値段も安かった。初期には走行中にブレーキ管が破損するとブレーキが全く効かなくなってしまうという致命的な欠点があったが、 常時ブレーキ管を真空にしておき、ブレーキ管に空気が入ってきた時に、ブレーキがかかるようにする改良が行われて解決された。主にイギリス流の鉄道技術を導入した国で、真空ブレーキは普及した。しかし空気ブレーキに比べて装置が大きく、制動力も小さいという問題があり、多くの国では空気ブレーキへ移行した。 イギリスでは長らく空気ブレーキへの変更が行われず、第二次世界大戦後まで残った。2008年現在でも、真空ブレーキを使い続けている国も存在する。イギリスでは、1930年頃まで、旅客列車にのみ貫通ブレーキが搭載されており、貨物列車はよりゆっくり走って、機関車と環球車に搭載されたブレーキに頼っていた。 こうした貫通ブレーキを備えていない列車は、イギリスでは1985年頃まで存在していた。しかしながら1930年頃からは、循貫通ブレーキとも言うべき列車が導入された。この列車では一部の貨車に貫通ブレーキが装備されており、列車中で貫通ブレーキを備えた貨車を、機関車側に集めて連結することで、 機関車からブレーキを操作することができるようにしていた。こうした列車は完全に貫通ブレーキを備えていない列車よりも幾分速い速度で走ることができた。アメリカのジョージ・ウェスティングハウスは現代でも用いられている自動空気ブレーキの原理を発明し1872年3月5日に特許を取得した。これは高い圧力の空気を使うことで 真空ブレーキに比べて小型の装置でも強いブレーキ力を得られるものであった。また三道弁を使うことにより空気圧がブレーキ管から抜けるときにブレーキが作動するようにされており、ブレーキ管の破損などに対してフェールセーフな構成となっていた。さらにウェスティングハウスのシステムではブレーキ管の圧力を完全に抜かなくても強い制動力が得られるようになっており、 ブレーキ使用後に再びブレーキ管に圧力をかける時間が短縮された。初期にはコンプレッサーが大きく効果でもあったためなかなか普及しなかった。しかしアメリカでは1893年3月2日に鉄道安全装置法が制定され7年の猶予期間を置いて1900年から施行された。この法律ではアメリカで運行されるすべての列車に 自動空気ブレーキと自動連結機の採用を義務付け事故の激減に貢献した。日本の鉄道では当初は貫通ブレーキがなく緩急車を使ったブレーキの仕組みを使っていた。1886年頃から旅客列車において真空ブレーキの採用が始まり一部の機関車と客車に搭載された。さらに1898年8月から一部の 貨車において、真空ブレーキの搭載が始まった。しかしその能力の低さから19、1919年に自動空気ブレーキの採用が決定され、真空ブレーキの使用は、全面的には適用されずに直接、自動空気ブレーキの時代に移行した。1921年から取り付け工事が始まり、1925年までに、すべての車両に、 ブレーキ管が取り付けられて、仮にその車が自動空気ブレーキ装置の取り付けられていない車両であっても、ブレーキ管をつなぐことで編成中の他の車両へは空気圧を伝えて自動空気ブレーキが使えるようになった。さらにブレーキ装置の取り付けも進展し、1930年10月からすべての貨物列車が自動空気ブレーキで運転されるようになった。 取り付け期間中はブレーキシリンダーをまだ搭載していない車両を特別するために取り付け済み車両の両端には白線が引かれた。1931年以降は逆に一部の旧型貨車でブレーキシリンダーの取り付けられていないものについて白い十字の印を表記するようになっている。蒸気機関車では可動部のないスチームエゼクターを使うことで蒸気の力で 比較的簡単に真空を作ることができた。これに対して圧縮空気を作るのは複雑なコンプレッサーが必要であり普及の阻害となったが蒸気機関車の時代が終わるとともに真空ブレーキのこの利点もなくなり世界的に空気ブレーキが普及するようになった。電気鉄道においては空気ブレーキと並んで電気ブレーキが使用されている。この技術は フランク・スプレーグが電気鉄道の総括制御の技術を19世紀後半に発明したことに始まっている。スプレーグは電力系統へ改正を行う技術の原理も発明していたが、これがより後半に適用されるようになったのはより制御技術が進歩した20世紀後半のことである。こうした 電気鉄道の総括制御の技術は、まず動力分散方式の電車から適用が始まったが、次第に機関車牽認方式の列車やディーゼル列車にも適用が行われるようになった。これとともに、電磁自動空気ブレーキや電磁直通ブレーキなど、電気的な指令により、ブレーキ弁を制御する仕組みが開発された。さらに現代では、電気ブレーキと空気ブレーキを 統一的に制御する電気指令式ブレーキが開発され多くの車両に適用されるようになっている。鉄道のブレーキのうち運転手の操作で列車全体に一度にブレーキをかけることができるようなブレーキのことを貫通ブレーキと呼ぶ。真空ブレーキや空気ブレーキなどは通常貫通ブレーキである。一方機関車の場合列車全体にかけられるブレーキと機関車だけにかけられる。 ブレーキの系統が分かれていることがある。この時、列車全体にかける、ブレーキ弁を自弁、機関車単独にかける、ブレーキ弁を単弁と呼ぶ。粘着ブレーキにおいて、車輪とレールとの摩擦力よりも制動力が強く働くと、車輪がロックして、レールの上を滑る現象が発生する。これを滑走と呼ぶ。逆に、動力推進時に推進力が、 摩擦力を上回ってスリップする現象は空転と呼ばれる。これらの現象が発生すると、レールや車輪を傷つけ、推進力、制動力が低下してしまうため、滑走や空転を止める必要がある。空転や滑走を検知して、推進力や制動力を一時的に弱めて、スリップを止める制御のことを、空転滑走最粘着制御と呼ぶ。 車輪の回転数を検知し、他の車輪で計測した値と比べて異常な値となった時に、その軸に関して推進力や制動力を一旦緩める処理を行っている。滑走によって車輪につく傷のことをフラットと呼ぶため、こうした制御を行う装置をフラット防止装置とも言う。現代の電車においては乗用ブレーキとして空気圧によるブレーキと 電気ブレーキの2種類のブレーキ装置を備えていることが普通である。電車の編成中にはモーターを搭載した電動車と搭載していない不随車があり、不随車では電気ブレーキは使用できない。電気ブレーキを使用すると空気ブレーキに用いられるセーリング後の消耗を抑えてメンテナンスコストの削減を図ることができる。電気ブレーキには発電ブレーキと回生ブレーキがあり、 回生ブレーキを使用している場合はエネルギーを回収して利用できさらに効率が良くなる。ただし回生ブレーキでは発生した電力を他で使ってくれる列車がいなければ制動力は低下し発電ブレーキでは速度が低くなると制動力が低下し列車を停止させることができない。このため電気ブレーキと空気ブレーキを統一して制御し電気ブレーキによる 制動力が不足する分を空気ブレーキで補うということをしている。このような制御のことを電空協調制御という。改正ブレーキでは途中で改正ができなくなると改正執行するため、それに応じて空気ブレーキを必要なだけ立ち上げて運転士が求める一定の制動力を維持しようとする働きもしている。また減速してくると回生ブレーキでは十分な。 制動力が得られないため、ある速度で回生ブレーキを切って、空気ブレーキだけにするという制御も行っている。これに対して発電ブレーキでは回生ブレーキと比べて、制動力が一定で安定しているため、単純に空気ブレーキのみを締め切るだけで良い。列車の速度が低下すると、モーターの発電する電圧も低下するため、速度低下とともに抵抗器の抵抗値を下げ、 常に抵抗器を流れる、電流値を一定にしている。さらに、列車の速度が低下すると十分な制動力がなくなるため、締め切っていた空気ブレーキを使用して、列車を停止させる。現在では、T 車優先遅れ米制御、あるいは単に遅れ、米制御と呼ぶ方式を利用している車両も多い。これはブレーキをかける際に、まず、M 車の回生ブレーキを立ち上げる。 求められる、制動力が不足していると、続いて、T 社の空気ブレーキが立ち上がり、さらに制動力が強く必要とされる場合には、M 社の空気ブレーキも立ち上がるという順序で、ブレーキが作動する。このようにすることでセーリン後の消耗を抑え、エネルギー効率を最大にしようとしている。回生ブレーキは、低速では制動力が不足するため、電空強調制御で、 空気ブレーキを立ち上げるのが従来の方式である。これに対してできる限り低速まで回生ブレーキを使い続け、制動力が不足する場合には空気ブレーキを立ち上げるのではなく逆に電気を使ってモーターで逆方向に力を与えることで制動力を得る方式があり、純電気ブレーキまたは全電気ブレーキと呼ばれている。こうしたブレーキは 電力の節約よりも、むしろセーリン後の消耗を抑えて、メンテナンスコストの低減を図ることが主眼となっている。純電気ブレーキは、三菱電機の全電気ブレーキは、日立製作所の商品名であり、双方はほぼ同じものであるが、制御の方式に、若干の違いがある。ありがとうございます。